ボキン、間違えた、イタリアボキン合ってるよ。完全にゆうです。1日目は兵庫県豊岡市伊豆市町を訪れましたが、2日目は岡山蒜山エリアへ。蒜山インターから約5分、四季折々の花が楽しめる蒜山ハーブガーデンハービルにやってきました。ハーブの香りあふれる癒しの空間です。ラベンダーやブルーベリーの摘み取り、リースやハーバリウム作りの体験もできると聞いてやってきました。ですね、中に入れていただくお花を下からお選びいただくんですが、はい、アジサイの中から1種類、ペリクリサムとセンニチコという花なんですけども、デイジーとこちらからもお好きなものをこの中からお2つお選びください。はいはい、こんな感じのものを本日作っていただきます。あ、綺麗ですね。入れすぎるよりは少し空間を作ってあげた方が、あの透明感が出て綺麗だと思いますので、はい、何色にしようかな。青系にしようかな。こっちの方がいいかな。シルバーにしようかな。この子可愛いんだよな。迷いましたが、こんな感じにしてみました。瓶に入れる順番を先に決めていただきます。はい、横に作ってみてください。はい、で、この子がこの辺に来る。あ、そろそろできそうです。こんな感じになりました。どうでしょうか。はい、ハーバリウム初めて作りました。広いね。素敵なとこだね。あ、すごい、ラベンダーファームって書いてある。
地がある。とってもいいとこだね。お、ミニーちゃんじゃないですか。とってもいいですよ。お、オートマだね。いいじゃないですか。すごくイングリッシュガーデンって感じだね。カレーのサラダヨーグルト付きと、はい、ご飯のランチスープヨーグルト付きお願いします。じゃあピーチアプリコットでお願いします。庭を作ろう。お待たせいたしました。こちらね、先にピーチアプリコットをお持ちしました。ありがとうございます。あ、素敵。ではこちらですね。めっちゃ優しそうな人だった。いいね。なんかコーヒーばっか飲みがちだけど、たまには紅茶っていいよね。3分経ちました。これはアプリコットなんちゃらなんちゃらですね。美味しそうです。なんだこれ、すごい建物です。これはかの有名な隈研吾さんの作品。おー、すごい。へー、なんでこんなの作ったんだろうね。ガラスの屋根がありますね。雨の日は大丈夫なんだ。すごい。ここはなんてところ？この柄も可愛いですね。欲しいな。ペットボトルからできてる靴って素敵だね。おしゃれだし、これ運転も良さそうだね。ソールが。履いてみよう。あ、柔らかくて。こんな感じ。かわいい。大きめにしようかな。どうしよう。大きめに台は小を兼ねる。
ちょっとでお願いします。グラス裏から回って、結構足にくるな。いちごのせ、これ参加者に配られたやつ。腕は、あ、おお、なんか懐かしい、お祭りの時の光るやつみたい。行ってきます。月さっき見たから、月の全然10分の1ぐらいの小ささ。でもね、ちゃんとね、周りのね、輪っかが見えたよ。
ヒルゼン、高原、ビア。おー、結構茶色い。おー。いただきまーす。ロゼです。綺麗な色。あ、ロゼにしては赤くないですか。ブドウジュースみたいな色してる。お土産にこれを買いました。ヒルゼンそば B 級グランプリで優勝したそうですっていうことを言われたので気になって買ってみました。今日も朝食ボックスを。え、びっくり。これ昨日の夜ご飯で行ったお店のケナルさんです。ついてきたのがヒルゼンジャージー飲むヨーグルトとクロワッサン。じゃあ、おー、美味しそう。あ、こちらが、ヒルゼン野菜のカポナータ。いっぱい野菜入ってます。ヒルゼンキノコのフリッタータ、ナスとジャージー牛のボロネーゼ、そしてこれがサルシッチャだね。じゃん、あれここじゃなかった。じゃん、おーすごい。まあ絶対美味しいやつじゃん。これが和牛ローストビーフで、地魚のエスカベッシュ、南蛮漬けだって。自家製ボッテガさん家のポテトサラダ。いただきます。ホテルの1階に取りに行くだけでこういう朝ごはんをフロントで用意してくださってて、このシステムいいよね。近隣の飲食店とこういう風につながって周りもこう盛り上がっていくじゃんね。ヒルゼン大根有名だそうです。すごい、椎茸から揚げです。ラスト1個だった。ピオーネ、すごい大きい、お粒。うまい。やったね。ヒルゼン焼きそば。ヒルゼンおこわ。と、なんかすごい美味しそうななめこを買ってきた。あと、ヒルゼンさんのピオーネ。どんな味だろう、楽しみ。玉ねぎ、バジル、いっぱい入ったパスタソースです。